たった今。疲れました。今回はホタル合宿免許に行くの巻。イエーイ。というわけで今日の朝から、大阪出て、京都出て鳥取まで来ております。でさ、昼過ぎに鳥取着いたのに、もう今日の夜車運転したんやけど、やばくない？ちょっと追いつけてない感情が。なんかね、新大阪着いて、でバス待ってるねんな、同じ鳥取行く人のバス。なんかみんな結構デカめのキャリーケース持ってるなみたいな人が、ちょっとなんか、もしかしてもしかしてみたいな、あなたもみたいな感じで思いやってて、んでまあまあみんなやっぱグループで来てたりして、2人で姉妹で来たりとか、お友達同士で来たりとか、やっぱ一人きりで来てる人あんまおらんくて、で1回目のさパーキングエリアで、まあ、お昼時やったし、お昼ご飯買ってへんかったから買おうと思って、なんかおにぎりセットみたいなやつ買って、ほんでフードコートでさのんびり食べてたんやな。でなんか半に集合ってホタルは聞こえてんけど、なんか20分集合やったみたい で20分ぐらいになった時に、なんか近くにいた男の子2人組が、お姉さん一緒のバスでしたよねみたいな、もう時間ですよって言われて、なんかマジでってなって、こう必死にお弁当詰めてで行って、でなんかそしたらその子らが、お姉さんもしかして教習のあれ合宿免許ですかみたいな言われて、そうやでみたいな感じになって、でなんかそっから仲良くしていただいて、でなんか同じさ入所日やからさ、あのやっぱ授業とか結構一緒なわけで、一緒のクラスっていうか、だからなんか友達もややちらほらできた感じがして、いいんじゃないって感じ。でさ、なんかもう見てわかるようにみんなよりめっちゃでかいキャリーケース持ってきてんなっていうのは、2週間もさなんか監禁生活なわけやん。だからなんか暇やろなと思って、ネイルセットとかまつげパーマセットとか本とかいっぱい持ってきたんやん。今日1日目の感想、なんかそんなことしてる暇なさそう。っていうか、まあ、どうしようもないねんけど、運転むずいな。なんかもうみんなようやってんなって思うわ。なんかもう今日は何やったっけ、あれハンドブレーキ、サイドブレーキだっけ、ハンドブレーキをガチャンってやって、でブレーキ押しながらウィンウィンウィンってこうあれ、あのあれ入れてやって、でブレーキを、あ、じゃあ、パーキングからドライブの D だっけ、 D までガチャガチャンってして、で、ブレーキを離したら勝手にウィーンってちょっと動き出すよみたいな、でウィーンって動き出して、それを最初マシンでやんねんけど、でその後なんかおじいちゃん教員と2人で一緒にいろいろ教えてもらって、はいいざ私乗りますよってなって乗って、でこうウィーンってやって、こうやってやって、無理。今日語彙力なさすぎ、疲れすぎて語彙力なさすぎ、もう疲れたマジで。なんかやっぱ同じ日に入ってるやんみんな、でもなんかお互い慰め合いして、僕なんて溝はまりましたよとかさ、なんかで一緒に夜ご飯食べて、でそれぞれのホテルに帰ってきたんやけど、いやーちょっとやばいかもしれへん。なんか最大延泊1週間っていう人がいるらしくて、なんか合計2週間の予定やねんけど、合計その人は3週間になったってことか、なるかもしれん。マジで延泊の空気出てきたガチで。も運転してる時思ったもんな、あこの世には向いてない人もいるんやって。みんなああやってさヒューンってやってるけど、あもうできん人もいるんやってちょっと、まあ、悲しなった。だからなんかホタルは、まあ、できるとは思ってへんかったけど、そんな難なくは
今回の合宿免許結構2週間もあるし暇やろうから、あの美容に振ったれと思って、普段やってる美容とか、なんかこう、まあ、ちょっと今取れてんねんけど、まつげパーマ自分でやってみようとかネイルやろうとか思ってたのに、ちょっと YouTube とか自主練習しようかな。でまあそれもやけど、まだ全然始まってないけど、筆記とかも勉強しなあかんやん。頭パンク、頭パンク案件ですマジ。でもなんかほんまにあの鳥取の教習所って結構何件かあるし、あの免許合宿ですごい有名な県やと思うんやけど、関西人からしたら。なんかうちのとこはほんまあの Google レビューだ、みんな大好きやねんけどさ、レビューでなんか結構他のとこやったら A 教官がバリウッドシーンで気をつけてくださいとか結構みんな書いてんねや。でもここだけはほんまに全員共感が良かったって結構書いてくれてはって、だからもうそれとあとお値段で2週間でご飯ついてて、この宿泊費込みで22、3万とかやったから、うん、めっちゃ安いやろ。まあまあお値段とそれで選んだって感じやねんけど、しかもなんか温泉とかも行けるらしいし、温泉と何なんかその砂丘とか海とか行けるっぽいから、ちょっとだいぶ楽しみではある。だから割といい一日だった。いいスタートダッシュしましたって感じで、あーどうなることやら、遠泊したくないな。みんなで一緒に帰りたいっていう気持ちが芽生えた。あのやっぱメンバーいるやん、最初に一緒に入ったメンバーが、みんなで一緒に帰りたい。というわけで今日はこんなもんにしときますわ。もうあまだ14日があるからね。じゃあシャワー入って寝ます。おやすみ。ただいま3日目。今日は、ハーゲンダッツマカダミアと共に行ってきます。うん、久しぶりに食べた。今日はあのバックとか S 字とか結構運転したけど、思ってたより下手くそじゃないかも。みんな結構さ溝はまったりとかしてんねんけど、一回も溝はまらへんかったし、なんかなんやろ、ちょっと疲れて頭回ってへんけどさ、でもなんか一日中頭使いすぎてやばいかも。その仮面のペーパーを受かるまでに、なんか宿題というか、仮面の仮面のペーパーなんかな、合ってるかな、第一試験みたいなやつ、あれを受けるためのそれのなんか練習問題みたいなのをなんかこうホームページでやってくださいみたいなやつがあって、それをなんか13種類ぐらいあって、そのうち8個合格点もらわなあかんっていう、その合格点っていうのがそれぞれの問題あるうちの50問中の40問あの合ってなあかんよってやつやねんけど、それをねクリアせんとあかんわけで、もう全部クリアしてはる人とかもいて、でも昨日の夜はゆっくりしたわけ、家であのネイル、結局足のネイルしたりとかしてゆっくりしたりして、まあそんなことしてる人いるんやって今日行って気づいて、でまあやってない組でコツコツやったりして、まあそうやな、なんかみんなと頑張って協力したりとか、まあ仲間見てマジでよかったなって思う。っていうかうん、これねあのやっぱ2人で行ってる人強いなと思うで。私はたまたまさなんか仲良くしてくれる人ら見つけたけど、
なんかこの情報交換とかなかったら結構きつかったかもしれない。まあなんとかやってる先生めっちゃおもろい人ばっかりで、なんかなんかその教習所の運転するさ、なんか場所丘みたいなとこあるやんか、あっこまで行くのに担当の教員が一緒に車で連れてくれんねんけど、まあなんか助手席最初乗るやん、なんかバタンとして今日お願いしますみたいな感じでやって、なんか安全運転で行かさせていただきますポカリ川ですとか言い出して、千鳥のネタやんみたいなで、マジでマジでテーマパークのなんかディズニーランドをモチーフにしてる教え方なんかな、なんかいやすごかった、なんか好きな食べ物なんですかとか、なんか喋り方ずっとこんな感じで音符マークついてんねやんか、どこから来たのかなみたいな、でもおじさんやねんけど、めっちゃ可愛くてちっちゃくて、で運転もちろん上手いんやけど教え方も上手いし、というわけでまだ2週間のうちの3日やで、14日の3日や、やばい、こんなベラベラ喋ってられへん、ということでまた明日、今日はちょっと後でそのなんかアプリのやつやってテストを合格したいと思います。おやすみ、ただいま、4日目、そして今日のアイスクリーム牧場絞りミルク味、ねもう運転できます、はい、もう任してください、今んとこSG カーブとか SG カーブとかさ、なんか落ちてへんし多分いけるわ今日初めてさ、無線で乗ったんやん、だから横に教官おらんバージョン、楽しいってしゃあない、なんか何も言ってこへんしこんなやったら失礼やけど、自由にさ運転させていただけて、もう最高、運転楽しいなってなってきたマジ、でなんかしかも何やろな、授業の組み方っていうか運転のグループみたいなのあんねんけど、なんか仲いい子とか固まってるし、めっちゃ良かったと、普通に。そういうわけでまあ運転できそう、あとはねペーパーの方な、ペーパーの方もちょっとまあ課題みたいなの出されてるし、それをまあ言われた通りにやってるけど、まあいけると思う、やっぱな合宿いいな、その詰め込んでさ座学とさあれやるからめちゃくちゃいいわ、ちょっと感想だけ言うな、これな、うまっ、めっちゃ牛乳です、はい、帰宅しました、今日は中華に行ってました、そしてこれを一本飲んだのでまあまあ酔っ払ってます、しかもなんか結構一気で飲んだからまあまあ今ベロベロ、明日日曜日ですよね、日曜日もブラジャー映ってるね、ちょっと待ってね、何が言いたかったっけ、そう日曜日明日も運転だけのドライブの授業がありまして、それが2コマある、それだけのために学校に行かないといけない、まあでもみんなに会えるしいっかっていう感じ、そう朝一で8時9時とかから一発目ドライブして、で午後にもう一コマドライブ、それが何したらいいねって感じじゃないけど、まあ、観光っていうかね、なんかおしゃべりしたりとかしたいなと思います、で仮面のなんていうの、ペーパーのやつを受けるための資格はおりました、というのはなんか宿題とかこのテストで合格点が出たら受けれるよみたいな、その学校の独特のノルマみたいなのがあるんやけど、それはなんとかクリアして、それを来週っていうか、もう来週っていうか明日日曜日で月やろ、
まあその辺に受けなあかんねやと思う。いつ受けんのか分からへんけど、そう、そんな感じでございます。楽しくやってますよ、はい、いいの合宿、なんかいろんな人に出会えるしさ。ってわけでもう結構酔っ払ってるんで、あとはナルト見て終わり。あ、てか聞いてや、ナルトが今めっちゃいいとこで、これから見る人はネタバレになるんでごめんなさいなんですけど、ジライア大先生、エロ仙人が亡くなりまして、ナルトが落ち込んでおります。で、私も一緒に昨日昨晩泣きました。で、ペインが今、木の葉を襲ってきましたという段階、それ朝メイクしてる時に見た。ちょっと進みすぎてやばい、ナルト。ナルトほんまいいやつやないな、もうずっと推しがナルトです。はい、何日目だ、5日目6日目日曜日でございました。朝一から、運転の授業ありまして、8時40分とかから運転一発しまして、そっから次の授業3時40分何したらいいのってことで何したらいいのってことで、普通にお友達ができたので、その子と一緒に、鳥取県白壁っていう、なんかちょっと町みたいな、京都っぽい町並みの町みたいなとこ行ってきて、で、いろいろカフェ行ったりとか、お香買ったりとかして、なんか結構楽しく過ごせました。で、なんか地酒がめっちゃ多くて、地酒で合ってる？自酒？地酒とか蔵とか多くて、めっちゃ誘惑されたんやけど、あ、午後から運転の授業なんですよねって言って飲めませんでしたが、まあ楽しい一日でございました。で、正味筆記の勉強は今日は一個もしてへんくて、まあ前日に詰め込んだらいけるやろっていう感じでございます。で、そういえば昨日適性検査の結果帰ってきて、一番悪い結果、運転には人一倍の注意が必要です、自分の欠点をよく自覚し助言を守り全力を尽くし慎重に運転をしてください。普通にひどい、結構真剣にやったのに。まああくまでも運転に一番、まあ、ランクで言うと向いてへんタイプやから注意してくださいねっていう。そら注意するよ。はい、てなわけで今日も楽しかった、まだ飽きてはないです。もうすぐテストいける。昨日撮影するの忘れてました。昨日は普通の日でした。体調悪いです体調悪くて、昨日は大丈夫だったんですけど、なんか今日喉がおかしくて、多分教官からもらった、ゴホゴホしてる教官いて、で昨日の夜はちょっとだけ勉強して、今日仮面の試験やったんですよ。ほんで朝にドライブして、ドライブ運転のやつやってもらって、で朝からメンタル崩壊してました。まず発車の時にハンドブレーキっていうか、ハンドブレーキを下ろしたのになんか降り切ってなくて、ブレーキ外した時にあれ進まへんってなって、先生進まないですみたいになって、でなんか忘れてるねって言って、何全部やったけどってなって、まあそのハンドルが降りきってなかったと。でも、まあ、多分減点された、もういっちゃん最初からそれで、あ、もう終わったーと思いながら運転して、まあそれ以外はあんま何も言われへんかったんやけど、あ、もう落ちたわーって思って、みんなに励ましてもらい、いやもう大丈夫やってみたいな、なんか何が嫌って、自分一人が落ちるんやったらいいんやけど、なんかこう同じチームなわけやん、一緒の日に入校した、なんかその人らと一緒に卒業できひんのがほんまにショックやなと思って、もうそれが悲しかったけど、なんかいけてた。そう。まあ、
うん、そうやな、間違いに気づいてやったからか、あと主義は忘れたわけじゃなくて折り切ってなかったっていうあれで、なんかまあいけました、ごめんしんどいから喋り方こんなんです。で それで結構メンタルがもう最悪や、もうなんでホタル運転免許を取得しようと思ったんやろまで思い、結構ホタルさんめっちゃ何やったっけめっちゃバット入ってるやんみたいな言われて、そういう言葉使うやな最近の子は、バット入ってるって言うし、ほんでそれでバット入ってしばらくバット入り、バンクーバーにいる友達と電話し励ましてもらい、それで、午後から筆記テストで、テストかなんかあの模擬みたいなの受けたら68点、90点合格点やのに、もうなんかメンタルやばすぎてあーってなってほんでそこから頑張って、詰め込みなんとか合格しました筆記も。みんな結構100点取ってたけど私98点、1個間違えたらしい、見たこともない問題出てきて、みんな見たことないのになんか正解してて、そう、まあまあとりあえず仮面したくねんけど、それとともに体調がバリ悪くなってきて、わかる、なんかこのあ風邪ひく前やなみたいな、でさっきちょっと薬局行ってきて薬買いました。はい、てなわけで、あでしかも仮面を今日の午後に取ったばっかりやのに、夕方から2コマ外で運転させられたわけ、もうめっちゃ今日疲れた、多分この2年で一番疲れたんちゃうってぐらい、めっちゃあの旅行で疲れたとかじゃなくて、あの何合格発表みたいな瞬間ってめっちゃ緊張するやん、あれが今日2回もあったし、しかもあ余裕がちやわみたいなテンションじゃなかったから、ちょっと疲れました。はい、今日はもうシャワー入ったら寝ます、もう疲れた、うん、また明日。ただいま、残すところあと1週間切ってるな、今日金曜日やから水曜日に帰るんで、もうあと5日ぐらい、ここ2日ぐらいね撮影できてなくて、っていうのもちょっと体調悪かった、コンコンしてました。でうん、まあ治りました、はい、薬飲んで、なんですけど、違う動画を撮ろうと思ってたんですけど、違う動画で言おうと思ってたんですけど、あの前も言ったかもやけど、ちょっと 3年後ぐらいにカナダのあの看護学校に行って、カナダで看護師になりたいなって思ってるっていうのがあって、ちょっと日本でね勝手に恋愛禁止しているんですよ今、ほんでもう勝手にアイドル生活みたいなさせてもらってるんですけど、気になる人できた、しかも学校でっていうか教習で、あーっていう風に言語化するのも絶対良くないね。でなんかうん、もうあんま考えたくない、頭がそれでいっぱいやけど、なんかでもさ、もう失敗したくないねんな、留学っていうか海外に行くの決まってるのに恋愛したくないっていうか、そのあのその方もカナダに行きたいとかやったら全然一緒に行こうって感じやけど、そんな人あんまおらんやん、人口の 0.0 何%とかやんか。でまあまあ可能性はゼロじゃないんかもしれんけど、なんか恋愛禁止って言ってましたよね、カナダの皆さん。あの、言って、はい、あの、彼氏2、3年作らないんで安心してくださいとか言って帰ってきたのに。もう好きな人できてもうた。でも好きな人じゃないねん。感情が動いてしまうことは仕方ないことやもんな。だから、まあ、多分、通常営業の私やったら、多分もう、行っちゃってる。あの、連絡したりとか。うん。でも実際2人で遊んだりもしたし、ちょっとタイプすぎてきつい、助けてくれマジで、あーもう考えたくない。だから皆さんに質問です。タイプの人がいるのに行かない方法を教えてください。
みんなさ、どうやったらそんな行けるんですかみたいな感じで聞いてくれる人多いけど、私からしたらどうやったら行かへんようにできるのかがちょっとわからへん。私多分オープンすぎて気になったらすぐ言っちゃうねんな。気になったら言っちゃうっていうか、なんやろ、タイプですっていうのをさらって言ったりとか隠せへんねんな。でもさ、メンタリストのダイゴも言ってたけど、友達から始めた方が絶対いいらしいから、もうなんかあんまり恋愛ってせんとこ、うん、もうあんま喋んのやめるわ、うん、ごめんみんな。教習楽しいね、楽しいけどもういいかな、もう一旦京都帰りたい、一旦帰りたいです。学科も、学科がだるいです、普通に。はい、先生も大変やと思う、普通にあんなおもんない内容をさ教えて大変やと思うで。まあなんかやってみな分からんこともあるやん。そのもかといってドライブしながら、じゃあこの線はこうやって言うんだよとかいうのもめっちゃ効率悪いやろし、やりたいこと分かんねんけど、まあ、普通にだりし、うん、路上も結構走ってますね、仮面取ったから。何が難しいやろ。ああ、難しいっていうか、マジで、めっちゃあるあるかもやけど、当たる先生によってめっちゃテンション変わる。なんか、一人会わへん人って、その人2回目とかやったら、名前でわかんねやんか。うわ、最悪や、あいつや、みたいなんねやんか。全然、先生は悪くないんかもやけど、なんかさ、うちらはさ、面、仮面取り立てで、まだ、ほやほやなわけやんか。やのになんか、そんなん違うに決まっとるやろみたいに言われたら、いやいやいや、わからんからやってるんですよってなるわけ。言っちゃうわけ私。いや、ごめんなさい、わかんないからやってるんです。よくねえよね。いやだなぁ。そういうとこも直した方がいいやろな。なんかもう、うん、最近ネガティブ。そういう、こと考えちゃって。思ったこと言うのはすごいいいんやろうけど、私なんか負けず嫌いなんかな、違うやろみたいなことを言われたら負けたくないねんな。だからおっさん教員に2回ぐらい言い返しちゃった。いや、わからないからやってるんですとか、いや、そんな見たらわかるやろみたいな、いや、わからないですとか言っちゃうねんな。あかんな、あんま強い言ったらあかんな。強く言ってないけど、端的に言ってる。そんなん常識考えたらわかるよ。いや、わかんないですって感じ。これのカードやったら全然許されんねんけど、だから言わん方が悪いやみたいなノリやねんけど、日本やったら気強いおばはんみたいな思われんねやろな。ってわけでこんなもんにしときますか今日は。ね、喋りすぎやな今日。ちょっとうん、恋愛禁止無理かも。早速、うん、なあ、ちょっとでも頑張らしてください。はい、ではおやすみ。今から英語の勉強します、黙って。はい、英語の勉強もあんま頑張ってます。仮面取ったら結構暇なんで、学科はやってるけど、本面は地元で取るっていうルールなんで、そんな帰ってまで勉強しなくても正味大丈夫だから、みんななんかそれぞれの勉強してるっぽいよ。大学の勉強とか、私は英語とか、うん、つわけで、そう、ネイルもしたし、時間あるやろなと思って、そう、そんな感じ。じゃあね、おやぷー、ただいまー。そして久しぶり、イエーイ。明日ついに卒検、明日の朝に運転のテストがあって、だからもう教習所にもホテルの荷物パッキングしても全部持って行って、朝卒検して、昼前とかに、わかんのかなに、結果発表になって、それでもし無理やったらパッキングしたのにもかかわらずもう一回ホテルに戻って明日延泊で、もし受かったら一緒に来たメンバーと一緒に大阪方面に帰るという感じです。はい。いやー、
なんかさ、入校日一緒の友達メンバー8人ぐらいおるんやけど、もうめっちゃみんないい子らでおもろくて、なんかほんまに学校行ってた頃思い出すなんかもう2週間やったけど、あの失った青春を取り戻したっていう感じでした。はい、なんかここ数日撮れてなかったけど、カラオケ行ったりとか、みんなで温泉行って焼肉行ったりとか、もうなんか結構楽しかったな。メンバーにマジで恵まれた。うん、あとやっぱそうやな、お気に入りの先生とか見つけるとすごい、なんやろな、楽しいっていうか、うん、全然関係ない時でも先生と喋ったりとか、いい先生マジで多かった。うん、まあちょっと合わへん先生も数名おるけど数名おりますが、全然悪い人とかではないと思う。なんかこう合わへんってだけで、うん、やし、まあちょっと運転のテストやから今からどうこうするあれはないんやけど、とりあえず落ち着いて頑張るわ明日。ってなわけで行ってきます。バイバイ、おやすみ。